和歌山市からのお知らせです。今回は和歌山市観光発信人の住谷が和歌山市の推しスポットを紹介する和歌推しです。僕たちの和歌推しは総本家駿河屋善右衛門、室町時代から続く歴史ある和菓子店です。ほんのりと優しいお酒の香りが特徴の本の字饅頭が有名ですよね。僕が特に好きなのは和風のロールケーキ、つれあロール。もっちりとした食感の生地が美味しくてやみつきになりますよ。こちらの小倉店にはカフェもあって、駿河屋さん自慢のあんこやプリンを使ったスイーツも楽しめます。作業の様子も見学できますよ。夏ならではのスイーツ、ぜひ食べてみてください。